岡田監督、佐藤なんか悪なってるよ。なんとかせんとな。打つ方が課題か、空打つ方や、オープン戦から言うてるやん。3、4、5、6、もうすぐ5ヶ月目に突入する。早いまっすぐを前で捉えろと言ってきた。まっすぐはな、変化球は泳いだらええんよ。22日の大山のホームランでも泳いだホームランやんか。あれを見てどう思うかやろな。差し込まれてばっかりの選手がな、基本的にうちは泳ぐのが嫌やゆがったーが多いからな。結局逆やって引きつけるんじゃない、自分のポイントまで持ってきて打ついうことと勘違いするもんな。佐藤なんか悪なってるよ。打率見てみ、上がってきて下がってるやんか。まだ2分に落ちる前の方が良かったよ。打ち方はな、またには力るで、このままじゃなんとかせんとな。タイガースはこれだけ打てないのに打撃コーチの異常がない。ファーで若手を育てている北川コーチは今の一軍のクリーンアップに対する指導が向いていると思う。早期の昇格を期待する。あと近本も打順をコロコロ変えないでほしい。結果バッティングを狂わせてしまった。中野や下位打者はもっと低い打球を目指さないとダメ。現状淡白すぎるので相手にとっていやらしい打者になることが求められる。井上は一軍に上立つて鉄果てを合わせて本来の豪快な打撃をすればいいのに、試合に出たさに質と狙いになり自分の打撃ができず2軍に逆戻り。佐藤も同様です。岡田監督の指摘する佐藤の前さばきを言うのであれば、入団時はなぜホームランが量産できたか、佐藤には自分に熱田打撃があります。高山の二の舞をならないよう祈るだけです。まだプロ入り浅い森下に理論では間違えていないことを言っても、逆にプレッシャー重荷になって佐藤もそうだが、自分を見失っていないかが心配。ここまで全員悪なるってやるんですね。岡田さんも今年は各自キャリアハイ狙ったらおのずと連敗言ってたけど、それどころちゃうし、とりあえず投手陣が気の毒なんで、誰か何とかしてくれ。どないかして前半5分で終わってほしいわ。頼むから今岡バッティングコーチを変えてくれ。岡田も個人名挙げてコーチ批判したらええねん。じゃなきゃ岡田24時間監督料したらええねん。てるくんは引きつけて反対方向を意識しないと落ちる球くるくる回り続けるよ。岡田さんと里輝の相性最悪だな。かつての今岡みたいに監督交代するまでダメかもね。監督がやいや言いすぎるから自分のバッティングができないんじゃないのか。全員が全員前さばきが合うわけないやん。選手に合った指導しないと昭和の老害そのものやな。ファールファール三振、何とかならんのか。一軍にいる選手が全員悪いなら育成も兼ねて二軍から上げたらよいやん。キャッチャーだっていつの間にか長坂落とされて二人体制、特に内野手は若いの1人ずつ上げて若い子のモチベーション上げさせてみたら。昭和野球の経験則に頼った抽象的なアドバイスは邪魔でしかない。コーチがいるんだから任せるか、気に入らないなら変えるかの2択でよい。打線に起爆剤が欲しい。左でもいいから助っ人外国人の補強してほしい。今や1、7までほぼ全員悪い。小畑は木並み脱後、打撃では発奮してくれてるが、やはり守備の安定感はもう少し欲しい。ここまで全員悪いとさすがに打撃コーチは解任してほしい。結局は感覚をつかめるかどうかっていうところなんでしょうけど、それが難しいから3割打つことができれば投打か打点の現在では超一流ですよね。ソフトバンクの近藤選手はすごすぎるでしょう。打撃コーチは何してるの？キャリアハイこんなものじゃないとか言うからおかしなった。継続するようにでよかったんでは。だってみんな去年の方がよかったんやから。だよな、監督が高みを望みすぎた。去年で十分だった。ドライブライン失敗かよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。